はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。エクスピアリーノワールです。さあ、本日ね、新制限が発表になりましてですね、いろいろなデッキが、ご臨終されまして、まあ、ケルベックをはじめとしたね、いろんなモンスターが、制限かかったんですけれども、ノータッチ、最強、環境トップ、と言われているデッキ、ピュアリーです。こちらピュアリーね、以前ね、このうんちホープ君を爆弾させるっていうなんかクソみたいな、デッキをね、動画にしたんですけども、本日は、まあ、さすがにちょっとそろそろ真面目に、回していくしかないというところで、まあ、新環境ですね、このデッキ回せないと話にならないと。まあ、回せなくても、その、まあ、どこがきついのかとかがわからないと多分話にならないと思うので、皆さんもね、ぜひね、一度ちょっと組んで、まあ、回していただけると、まあ、弱点とかもわかるかなと。いうふうに思ってるんですが、まあ、おとなしくピュアリー使うのが一番ね、いいんじゃないかと。勝つためには。ということを言われています、今。はい。で、これでっけ、正直、回し方結構難しいじゃないですか。ぶっちゃけ。ある程度連動必要なんですね。回すのにね。で、まあ、しかも構築も意外といろいろあると。で、今回採用してるのは、まず暗黒界のギミックですね。これはね、やっぱね、その速攻魔法が手札を捨てる効果があるので、これでね、コストとして捨てられた時に強いカードがないと手札がどんどん減りますというところで、まあ、暗黒界はもう実質ノーコストで打てるみたいなもんなんでね、速攻魔法を、まあ、コストじゃないんだけど、ゲームで言うと。なので、まあ、さすがに最強ということで、これで、ブラウとスノーを入れております。まあ、一応グラファーを入れて高校に強くするみたいな動きも一応あるかなと、はい、いうふうには思ってますね。はい、まあ、ちょっと枠の都合で今回入ってませんが。で、もう一個、これですね、ワンチャンプラスクリカラ天道。ワンチャンっていうカードが、レベル1のモンスターがいるときに、デッキからレベル1のモンスターを引っ張ってこれるよっていう効果なんですけども、これで、まあちょっと誘発とか入れとけば、誘発も引っ張ってくれるし、例えばエフェクトベイラとか、まあドロールとか、ああいう系のカードを引っ張ってくることもできるし、今回クリカラ天道入れてまして、これなんでかっていうと、ノワールをしょれるんですね、一応。先行でノワールを立てられたとき、まあ、多分こうミラー増えると思うんですよ、今後ね。ミラー増えると思うんですけども、こう先行でノワールを立てられた時に、こいつをどうやって処理するかと。まあ、誘発を増やすか、クリカラテントみたいなカードを入れるか、どっちかと思うんですよね。で、まあ、誘発増やすのでもいいし、今回採用してみてるのはクリカラテントが使いたかったっていう意味で、ワンチャンとクリカラテントなんですけども、これ、ノワールが結局、その、スリーピンメモリーの効果でドローするじゃないですか。スタンバイフェーズに大体、まあ、入ってないこともあるけど、大体ドローするじゃないですか。ドローしてるってことは、そのターンに効果発動してるんで、クリカラ天道で一応処理することができるんですね。まあ、怪獣みたいな感じで。はい。なんで、一応これ入れてますというところですね。これは召喚条件なんて効果じゃないんで、効果受けないとかいう、効果 もう貫通してそのリリースできるんで、怪獣みたいなもんなんでね。はい。なんで、これを採用してるという感じですね。ちょっとね、構築ほんといろいろあるし、あとこれ今回ストリート入ってるんですよ。ストリートっていうこのフィールド魔法が、まあ、正直なくても別に回るなっていうところと、まあ、大体リリーでサーチしてくるのが、まあ、マイフレンドか、まあ、リープっていうのと枠の関係上ちょっと入れられないというのもありまして、抜いてますが、まあ、あったらあったらね、対象耐性が付与できるんで普通に強いんですけど、まあ、なんかなしでもね、全然なんかその非公式大会とか、なんかいろいろ優勝されてる方もたくさんいらっしゃったので、まあ、俺もちょっとなしでやってみようと思って、抜いております。はい。早速ね、この、回すの激ムズ、細かいテクニック、多すぎ、最強、環境トップテーマ、分回していきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、ポケットモンスターズやっていきますか。遊戯王ポケットモンスターズ。遊戯王、ポケットモンスターズ、猛獣の激鱗これは何もないので、とりあえず相手の先行展開を指しゃぶって待っていくしか基本的にないかなといったところ。いや、これレッド、これさ、そこでさ、ここでさ、ニビルケアでギガンティック、まあでも無理か、レッド出てきちゃったので、まあちょっと裏な投げどころどこだろうな。なんかギガンティックスプライトに打ってレッドに打たれて1枚減るみたいなところまで、スプライトダブルクロス入ってんな、偉いな。このカードすげえ強いんだよな。先行でセットされてこのカードはあまりにも強すぎてアバフに倒れるという事態がめちゃくちゃ起きてるんですけども、ギガンティックスプライト来た。いや、ちょっと待って、これ打つでしょ。これワンチャン、これワンチャン通ったら、これワンある、なかった
ワンチャンノーチャンスでした。すいませんでした。はい、すいませんでした。全持ち芸人かよ。ふざけやがって。もう裏だとかいうカードの評価困るな、マジで。止まらないんだよな、こんなカード。まあ、増人を止めないといけないかなと思って、一応なんか入れてんですけど、普通にさすがにね。増人うっとしすぎてね。まあ、一応増人ケアできるじゃできるけど。で、キャッシー持ってきて、これあれじゃん。猛獣 VS 猛獣の対決ってことね。なるほどね。猛獣使い、どっちが猛獣使いか決めようぜみたいな話ね。いいでしょう。あっちの猛獣使いなんか、あれなんだよな。あの、イカズチ、あの、雷まとってるからさ、強そうだよね。なるほどね。スプレッドダブルクロス、スプリンド、キャシーで、エルフでなんか蘇生か。で、まあ、増人打ってる、帰ってくるのはレッドとかキャロットで、レッド戻ってくる、ハカーナ打ってるか。ハカーナ打ってるの別に。対象ハカーナ。ちょっと俺のポケモンブリーディングを邪魔するな。ちょお前黙れ。ちょお前黙れ。増人打った方がいい説は。でもこれであれだな、参戦の際打てんの強いな。参戦の際打てんの強すぎ、ワロタ。はいはい。でこれ参戦コントロールダッシュか2枚ドローかと言われたらさ、これさすが2枚ドローしないと俺無理じゃねっていうさ。ああ、どっちでも無理だったわ。なるほどね。どっちでも無理でしたと。どっちにしてもでした。きつすぎ、ワノタ。え、マジで言ってる。いや、これピュアリーの無効はできないから、一応これで拾えればなんとかなるか。キャッシー行こうか。どうぞ。でキャッシー行こうか。戻る、ラッシー持ってくる。でスプライトダブルクロスがガチでやばい。これ拾わなかったわ、ちなみに。これ、ピュアリーの効果、外れましたわ。もうほんとお葬式、もうサライが流れる。あ、オッケー、マイフレンド来た。マイフレンドでかい。マイフレンド発動するしかない。マイフレンド発動するしかない。さあスプライト、あとはスプライト、ダブルクロスと、ラッシーから出てくる何か。でもこれで増人打てるの強っ。いや来た。このこれ2枚ドローできるよね。ラッシー特殊召喚からシンクロ召喚できる。これ増人受け悪いんじゃない、それ。1、2じゃん。来た。あ、OK。来た来た。プレティメモリー。プリメモ。2人はプリキュア。で、これでシンクロ何だろう。アーデッカ、ウキウキか。ちょ、わからんけど。アーデッカ。なるほど。アークイングデックレアラ。でもこれ2枚ドローでかっ。これワンチャンないですかね。ワンチャン。とりあえず、進化の雨は、進化の雨じゃねえや。なんだろう、雷の石与えるか。雷の石与えるわ、うちにも。うちのモンスターにも雷の石を与えていく。スプライトダブルクロスか。で、ダブルクロスで、リンク先に置くか、素材にするか。で、素材にしていく。いや、これ吸収されましたと。なるほどですね。まあ、これキャンセルしますか。とりあえず何もやることはありません。とりあえず、お好きにどうぞ。お好きにどうぞ。はい、すいませんでした。すいませんでした。マイフレンドいきまーす。マイフレンドを発動して、あれ？マイフレンド発動して、ちょ、サーチしたいんだけど、いい？なんか、3枚ぐらい相手に自慢して、なんかどれかサーチするって効果なんだけど。あー。でも、使ってけたらでかくね？使ってくれたらでかすぎ。これハッピーメモリーで、これさ、破壊から守られるみたいな説ある？これマイフレンド奇跡起きたりしないかな、これ。待って、これどうなんだこれ。発動無効で、それをなんかその対象にとって、それをなんか破壊されないみたいなにしたらさ、これなんか生き残るとかいうプリティメモリーあんのか。プリティメモリーあんのか。いやでもね、これバウンスあるから、待って、これバウンサー、スプリンドのバウンス効果みたいなやつあるよね。で、これ拾うしかないってことでしょ。あ、ちげえ。あ、ちゃうやん、これ対象として当たって書いてあるやん。対象取れねえわ、やべえ、ミスった。
いやこれ今リリーでよかった。じゃあ忘れてた、これストレイピュアリーストリートとかいうガチ強カードの、あでもハッピーメモリーめくれたわ、やった結果おらい、いや結果おらい来た。ちょっと待って、ね、あそれはでかいわ、ちょっと待ってください。ピュアリー、あこれ進化ですね。ペッテ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 レッテ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 ッ、おめでとう。あなたのピュアリーはピュアリーハピネスに進化したいやこれマジでちょっとミスったけど結果おらいだわ。なんか対象体制あるんですよね今、特殊召喚者ピュアリー。これでハッピーメモリー素材にしてるので、ですね、これハッピーメモリーの数、プラス1回までモンスターにぶん殴れるというガチでヤバい今回今フェアを使ってまして、ハピネス組んでこれはもう一回ハッピーメモリーですね。はい。で、攻撃力変化させていく。相手のモンスターの攻撃力、ここ半分にするやつね。半分にするやつは、スプリントの攻撃力3分にし、で、ハッピーメモリー発動。さあ、思い出を、思い出すんだ、あの幸せな頃の思い出を。と言いながら、相手をサンドバッグして殴りつける、あまりにもサイコパスムーブ。あまりにもサイコパスムーブ。これは、あそれは今あんま、効果で明かしたのは、まあ、関係ないねこれ。でこうしてこう、はい。でさらにハッピネスの効果発動。戦闘を行ったダメージステップ終了時になんかピュアリー速攻法をいっぱい持ってくるとかガチでやばい効果で、もちろんモンスターの攻撃力変化させていく、あんま関係ないけど。そしてデリシャスメモリーを発動、さらにその効果にチェンジ、ハッピネスの効果。さあ無限界の無限界のこの圧倒的速攻砲吸収能力によって攻撃力は3200、うおー全面処理強い、バリ強い、やばいこと起きた。なんか普通にプレミめっちゃプレミしたけど、めっちゃプレミしたけど、でもなんとなってる。いえ対象体制忘れんな結構な、これ忘れ、エアプミン忘れないようにしましょうね。いや私も本当ピュアリーとかいうデッキ、この今回のマスターデュエルで初めて触ってるんで、あまりにもエアップが過ぎるという話はあるので、コメント欄でバッシングをお願いします。で、素材が5個あるためエクスピアリーノワールを特殊召喚、強すぎる、なんて強いんだ。で、ストレイピュアリーストリートの効果によってノワールの上に重ねて、あノワールの下に重ねて、スリーピーを、加えておいて、これで2枚ドローよ、2枚ドロー7素材エクスピアリーノワール終わったな相手これ終わったろ、はい最強、はい最強。なんかまくれたくさくね、これさすがに。なんか相手高速エンドフェーズなんだけど、マジラッキー。これ俺ピュアリープで出してないからあれですよね。で、ありえない打点にしていく。ありえん打点爆弾。ありえん打点爆弾。5900、あと素材1個増やしたら勝ち。ちょっと打つか。ちょっとエフェクトフェイラーとかドロール&ロックバードみたいなカードをね、ケアした方が基本的にいいので、ドローフェーズで、ね、多分打った方がいいね、これ、速攻魔法ね。これもリリーでいいかな。はい。で、リリー効果発動。これは何でもいいか？あ、マイフレンドが一応いいか。マイフレンズ？はい。今6000しかないんで、あと1100出さないでしょ？だから、まあ、ただ発動して、で、効果発動して、はい。まあ、なんか、多分墓地落ちてたやんか、なんでもいいや、とりあえずここで、はいはいはい、打てばいいかな、これ速攻魔法で打って墓地から拾っちゃえばいいんで、まあ、ピュアリーリリーの効果発動して、てっ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 て、おめでとう、あなたのピュアリーリリーはピュアリービューティーに進化した。くだらないこと言ってすいません。バトルフェイズいきまーす。バトルフェイズいきまーす。ゴー。これが
8素材圧倒的最強エクスピアリーノ、ノワールってやつよ。ちょ、いくんですか、このデッキ結構プリングむずいですね。このデッキプリングわかんねえな、マジで。マジでどっから打っちゃいんだこれ。これスリーピーしかねえか。まずドローフェイズにエフェクトベーラーをケアしと、あとドロール&ロックバードをケアして、あのドローフェイズに打てっておばあちゃんが言ってました。なので、ドローフェイズでも増殖する人がゴミカードいらないので抜きます。でこれでピュアリーを特殊召喚していく。おえで、ここでピュアリーの効果を発動。なんもなさそうやな相手。なんかでチェーン何も映ってないよね。でピュアリープ持ってくる。で当たり前にこれボタン、ちなみにね、長押しするとオンになるみたいなモードに してるんですけど、それやった方がいいです皆さん。あの PC 版をお使いの方、ボタンを長押しするとなんかそのチェーンがオンになるみたいなあのやつあるんで、それやっていただいた方がなんかあのドローフェイズにあのカード打ちやすいです。で一応チェーン確認ないよね。うん、ないね。優先権が渡ってないから多分何もない。でストレイピュアリーストリート持ってきて、これで対象体制付与しよう。これでなんか相手にチェーン渡ってる気すんな。これでもストレイピュアリーストリート発動したんで一応対象には取れない。でピュアリーリリーの効果発動してデリシャスを対象に取る。あ、なんもねえな。大丈夫だ、なんもなさそう。多分なんもない。でピュアリープランプ、割とね誘発に結構敏感にならなければならないデッキではあるのでそこら辺が難しいところでありますね。でマイフレンド効果発動する。マイフレンド効果、これはスリーピーかな。ドロー、めちゃくちゃドローを加速させていくシステムでいきましょう。まあ、あともう一枚何でもいいか、まあ、プリティカの感触でこうして、スリーピー以外認めない、スリーピー以外認めない。俺のピュアリーちゃんと教育してっからスリーピー持ってくるから絶対に。そうだろな。いや今ちょっとあの実況的にちゃうやつ持ってくることを想像したわ。で、プランプはちなみに速攻魔法を発動するとその効果に直接チェーンすることによって、なんかその速攻魔法を吸収する、あのピュアリー速攻魔法を吸収するって効果があるので、これで素材を吸収して、あ、いや、危ない危ない。これねマジで毎回効いてくんだよね。なんかその余計な効果めっちゃ効いてくんのよ。それがマジで怖えわこのデッキ本当にね。なんかね、除外しますかとか、何あの攻撃力半分にしますかとかめっちゃ聞いてくんの。どれどれどれ今どれみたいになるから効果が多すぎんだよね。これでですね、プランプ効果発動します。でこれスリーピー持ってきて、でこれでストレイでもう1枚プラ、ストレイ、ストリートを吸収できるから、これ何歳だ、6、7、8素材か。この8素材ノワール爆弾よ。8素材ノワールバケモンから、バケモンすぎる。でこれでマイクレンド破壊耐性付与しながらノワール先打って、ニビルとか打たれてもなんか一応ねマイクレンドだとあの、それ返ってくるから割とねその復活できるんだけど。でこれ、死ななければいいんで、これアセンブリーナイチンゲール立てて、はい、これで5回目かな、一応特殊召喚は。なんもないね、なんもないと思うわ。で、ストレイピュアリーストリート効果発動して、これで、スリーピーをありえないほど吸収した。8枚ドロー、エクスピアリーノワール爆弾したわ。8枚ドロー、8枚ドローってなんだ、3枚ドローか。デリシャス、やばい撃つわ。アセンブリーナイチンゲール、これ多分撃った方がいいな。これでセントダメージもうこのターンゼロになるので多分死なない。俺はこのターン死なない。死ななければ大丈夫、ターン返ってくれば勝てる。さあナイチンゲール効果適用される、 OK。 相手ピュアリーか。ピュアリーはもうなんかでもそれこれさすがに1000コイルでしょ。怪獣とかなかったら多分無理だよね。さすがに1000コイルだと思うけどな。なんかめっちゃバウンスすればいいんでしょ。しかもなんか1回効果使った程度で俺のエクスピアリーノワールまだ5素材あるし、まあ、どうでもいいですわ。このグラファーはねあんま関係ないですね。これでも今ストレイ割った方が良かったのではないかという話はあるけどね。あのマイフレンド今破壊耐性付与したんで、なんだっけ、なんちゃらメモリーで爆竹メモリーだっけ、それに破壊耐性付与してあるので多分大丈夫で。でただちょっとあれだな、相手なんてドローフェーズっていうのがよくわかんねえな。ドローフェーズ、あでもそうか、あのドローされてからだとあれだから遅いからだ。うまい相手、相手も上級者だこれ。スタンバイフェーズにノワールの3枚ドローが入るんですよ。
だそこで誘発引かれたらやばいってことでしょうね。いや相手もなかなかいいですね。ちゃんと考えてドローフェーズに打っている。そうドローフェーズに打つとね、そのスリーピーのドローが間に合わないんで、まあ、ただここからいきなりエクシーズとかするにはメインフェーズ行かないといけないんで、まあドローはできますね。でハッピーメモリー行こうか。無限に出てくんな。暗黒化入ってる強いんだが、はい、ストレイピュアリーストレートも投げ捨てると。でピュアリーでめくる。まあ、そろそろ外せ、そろそろ外せお前。よし。育成がなってないようですね。ピュアリーへの育成がなってないようですね。もうちょっと育成をしっかりした方がいいんじゃないですか。とりあえず3枚ドローしますね。さあこれが圧倒的3枚ドローのパワーよ。やばすぎるだろこのスリーピーメモリーとかいうカード。あ闇の護符剣。え、このカードの発動時の効果ショットとして相手フィードに表側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターをすべて裏側を引き締め表示する。え、これノアール効くの？ちょ待って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 。わかんない、永続魔法だな。え、これ効くの？これ一生なんかその効果付与し続ける効果だから、なんか永続効果みたいになって効くみたいな話。これやばい、わからない、わからんわからんわからん、これどうしてないの？これちやばいぞ、わからないぞ。これは効くのか？スキルドレインとか効くんだよなノアールって。やばい、これ戻した方がいいかな。ちょガチでわからん、ちょ誰か教えて。ちょわからんわからんわからん、マジで。いや聞いたらやばいから戻すわ。焦りすぎ。いやわからん、聞いたらやばいから戻すわ。ちょ聞いよくわからなかったら戻せばいい、よくわからなかったら戻せばいいという話。よし。雑すぎるけどな、あまりにも雑すぎる効果だけどな。ピュアリーリリーはまあ、リリーはいいや。別にプランプになるぐらいは別にどうでもいいね。プランプになるのはどうでもいい。まあ、プランプになってプランプ効果発動するって言ってきたところで戻せばいいから、今関係ないか。はい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 、いいですよ。まあ、プランプ君はね、別に、ゴスアイノワールに なろうとしてるときに戻してあげれば、まあいいので、まあ今は、まあ、すぐに打たなくてもいいかなっていう気はしますね。はい。ハッピーメモリー、プリティメモリーは吸収するのは、まあここで打っちゃっていいか。どっちにしてもね、どっかで打つので、とりあえず戻します。で、エクシーズ、ランク1、エクシーズしてきたら、そいつ戻せば、アーゼウスにもなれないくて、で、さらに、もうあと1枚バウンスできるんで、まあ、これでも効果を受けるはっちゃったので、これ、賛成の際きついですね、意外と。まあ、でも、賛成の際って言われても、一応場面全部バウンスすればいけるか。あ、それやばいね。あ、やばい。あ、そういう感じ。確かに聞き流しやばいわ。他のカードの効果を受けない、つまりバウンスできない。まずい、アーゼウスには乗っかられてしまう。やっべ、え、ちょ待って、これさ、一回さ、ダウナード挟んでくんねえかな。ダウナード挟んでくんねえかな。ダウナード、ダウナード、ダウナード、ダウナード挟んで、ダウナード挟んで。ああ挟んでくんなかったわ。なるほどな、まあ、しょうがねえか。まあ、ゼウス効果使ってくるよね。まあ、これは発動せざるを得ないですね。いやー、やるやん。やるやん、やるやん、やるやないか。まあ、これは、戻すしかないんだけど。え、これ手札2枚何、手札2枚何かによるけど、無限荒野を打てるか、これ、これで。荒野を打てるわ。3枚ドロー最強だった、やっぱり。やっぱ、スリーピーのパワーは最強。マイフレンドいいよ。マイフレンドオッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、いける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 ぞいけるぞいけるぞいけるぞ。いや、全然いける。これでマイフレンドで、ま、なんか回収してきて打って、それに無限保養で相手止まるわ。はい。ピュッ、リッ、リッ、オッケー。ま、これは何でもいいですね。で、召喚がピュアリだと嬉しい。あ、ピュアリ、あ、オッケーオッケーオッケー。ま、どうせここ打つから無限保養打った方がいいね。これでめくられてみたいな話すると結構うっとうしいから、まあ、ここで止めちゃえばもう多分手札1枚からピュアリは展開できないはずなんで、多分大丈夫ですね。これで見せつけでエクシーズすることさえもできない。で、速攻魔法だったとしても出てこない。いや、これダメだ、大丈夫、止まった、よし、止まった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 、来たぞ。あの盤面作ってギリギリになっての絶対俺プリク下手くそだ、これ。はい、おい、リリーちゃん効果発動、どうする、おい。危ねえ、
闇の五風拳どうだったのかちょっと誰か教えて。あーなるほど、先行が欲しい人生でした。先行だったらめちゃくちゃ強そうだったのにな。これ参戦もあるし、参戦めっちゃ強いね。そして参戦マジで3000目まである、このカードクソ強い。今2発打たれたら普通にドローに変える、または相手のハンド引っこ抜けるし、あとねそのコストにした時に吸収できるんだよね、あのプランプで魔法トラップだから、それがめっちゃ強いわっていう。第2発過去モンスターと違ってね、ブリリアントフュージョン、やべえちょっと世界が終わるムーブしてるな。そのムーブはちょっと世界が終わりそうなムーブあるぞ。これは何が起きるやつですか。クロシープ、なるほど。さあブリリアントフュージョン、あー融合モンスターを特殊召喚ね、あーリング先に OK、 なるほど、意味がわからんぞ今のところ、今のところ意味はわからん。ロンファイアブロッサム、植物毒出してくるやつ OK。 であ、ネコーンじゃん、ネコーンちゃんじゃないですか。激ヤバカード発動された。京都ウォーターフロント、さすがにヤバくない。エスカルデッド、ああ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 、カウンター乗りすぎ、カウンター乗りすぎ、ちょっと待って、ちょっと待って、これヤバいかもしれない、さすがにヤバいかもしれない。ああはい、で何をサーチします。怪獣サーチできますですよねやばい、史上最強の化け物が、化け物だ、化け物だ、助けてくれ。クソモンスター、やばいこと起きた、これメルカバーも出てくるのやばすぎでしょこれ。いや違う、ガムシールっていうモンスターですね、あの怪獣カウンターを2個取り除くと相手の発動した効果何でも無効にして除外するっていう効果を、あと1ターンに1度の制約がなく、カウンターがあればありったけ発動できるというあまりにもぶち壊れ効果になっておりまして、伏せカード基本何それ、これ参戦でなんとか抜くしかない相手のモンスター。いつも輝いて、ちょっ と友達だろ、ちょ俺と の記憶を思い出すことはなかったわ。なるほど、思い出すことはありませんでした、了解しました。無効にして除外だからね、カウンターがこちらに無効にして除外するっていう効果なので、カウンターが一生止まることはないんですよ、この効果一生発動し続けてるね。だからまあどっかで、やっぱこうか、これで、これも無効にしてくるでしょ、どうせね、なんかね、相手ね、ドヤ顔で無効にしてくんだよ、こういうの。あー、OKOKOK。いや、これワンチャンある。で、これカウンター1個になるんですよ。で、これ両方とも無効にして除外なので、これで1個の状態だと、ガメシエル君って今、基本的に無力で、何にも起きないんですよ。なので、このタイミングでの参戦の際、これよ。これが俺の勝ち筋。任せろ。任せろ、いやー、参戦の際発動、モンスターをパクる方の効果、はい気色くらい、ブロックいいっすか自分ブロックいいっすか。ガメシールとかいうモンスター強すぎるわ。ちょ、このモンスター選ったしてくれ。